久保さん、このシリーズ再生数ゼロになることあり得るんですかね多分ずっとないでしょうね。さあの発信し続けてるし。まあ、逆に言うと僕たちが死んだ後回り続けるんですかじゃないですか。この人たちは死んだのかみたいなね <laughs>、うん。まあ発信し続けたらゼロはないですね。でもやめたらゼロですね。うん、ただまあ僕と久保さんは量が多すぎるので、 まあ、その、チャンネルボリュームで総再生数1日0ってことは、まず死んでもないでしょうね。何かしら1再生はあるでしょうね。だから僕死ぬ前に本当に10万本はいけると思ってるので、10万本はもう必達で絶対いけます。まあ普通に生きてたらね。で、100万本はちょっと全人未到なのでわかんないですけど。<laughs> うーん。ただね、これ100万本、まあいいや。まあこのね、100万本いく戦略もあるので、まあとりあえず死ぬ前にね、 圧倒的に情報発信しととくってことです、ね、うんだからそのなんであのもう今悩んでることもあると思いますけども未来の悩みってあるわけですよだから未来の悩みを今から潰しとくっていうこともしとかないとダメじゃないですか,だから動画もねまあ僕はビジネスをやっていく上でねこの前ねアクセスが集まりませんみたいなお問い合わせいただきましたけど アクセスをビジネスでやっていく。ネットビジネスなんかは、まあ、広告ビジネスと通販ビジネスがあって、まあ、両方ね、えー、リスト数だったりとかアクセス数が必要なわけですよ。アクセスゼロで広告収入を得られないですよ。とにかくアクセスを集めていくってことをしないといけないですよ。で、年取ったら、そのアクセスを集める労力っていうのは、もう限りなくしんどくなっていくるわけじゃないですか。うん。だけど、まあ今のうちやっとけばね、年取ってもチャリンチャリン言うわけですよ。 ね、もう年金ですよ。今から年金ですよ。うんだからそのなんか分かりきってる悩みに対しても今やらないといけないし、今抱えてる悩みに対しても解決していかないといけないし、あの、それをやっていますかと。悩みがあるんだったらその悩みを解決する方法を実践していますかと。ただ見てるだけじゃないですか。やってらっしゃい。